い、皆さんこんにちは、ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は2023年の10月3日です。今朝早くに虎親分が出廷しました。その出廷後、インタビューに答えたものをご紹介したいと思います。こちら機械訳で書き起こししたものをちらりと目視した程度、そしてこれから画面を動かしますけれども、私の声と虎親分の声は同期しません。そしてなんとなくこんな感じのことを言っていたんだなというレベルでお願いします。本当にね、あんまり正確にチェックしていないので、ところどころおかしいことが出てくるんじゃないのかなと思います。それでは始めたいと思います。まあ、それはとても良かったと思います。最後の5分間は傑出したものでした。というのは、裁判官は基本的にこの法律と我々が公訴裁判所に求めている条項が有効であることを認めたからです。私をめぐる訴訟の約 80% はご存知の通り、賠償を受ける資格がないというつもりでしたが、これは米国ではかなり異例のことです。陪審がいないのは非常に不公平だと思います。しかし裁判官、彼の最後の陳述は非常に公正でした。もし私がそれを正しく読めば、私はおそらくそれについて話している弁護士の一人だったのでしょう。多分彼はその一言でそれを話すでしょう。私がそれを解釈する方法、その場にいる他の誰もがそれを解釈するように見える方法は、時効がこの国にとって非常に現実的なものであるということです。そうすればこの事件の約 80% は終わるでしょう。誰かその件について話してもらえませんか、として弁護士さんが出てきます。はい、これは年末の公判終了時の裁判官のコメントが、2014年以前か訴訟に先立って全ての取引が終了したことに同意しているようだと述べたことに対する裁判官の自信に基づいています。私たちは公訴を望んでいますが、この裁判所で受け入れられなかったものでありますが、現在はこの裁判所で受け入れられるようです。陪審に関する限りは、ここでは20分前に私たちが出てきて、この国では陪審を受ける権利があると不平を言おうとしていた時よりもはるかに簡単です。私たちは今日の裁判官の判決、あるいは今日の時効に関する彼の声明を非常に高く評価しています。これは非常に大きなことです。期間限定、私たちは何も間違ったことをしてはいません。明細書を見てみると、2011年のものでも現金で2億5800万ドルでした。とても強い会社です。本当に大きな取引があると思いませんが、いくつかの取引などはしませんが、銀行に行く必要さえなかったでしょう。銀行は私たちのビジネスを気に入ってくれました。彼らは私たちの取引を気に入ってくれました。彼らは騙されたわけでもなく、お金を失ったわけでもありません。彼らはお金を稼いだのです。彼らには最高の弁護士がいました。そして率直に言って、彼らの弁護士は私の弁護士よりも優れており、たくさんのお金を稼いでいて、私は非常に良いクライアントだと考えていました。私は予定通りに期間内に返済しました。デフォルトはありませんでした。彼らは私にデフォルトの手紙さえ送ったことはありません。4年の間、一人もいません。デフォルトの手紙を受け取ったことがありません。そして、ここにケース、訴訟はありません。被害者はいません。銀行は被害者です。みんな給料をもらっているのです。ひどい、ひどいことです。これは今では政治のためでした。彼らは私を不平運動から外し、アイオワ、ニューハンプシャー、サウスカロライナ、あるいは他の多くの場所に行く代わりに一日中裁判所に座っている。彼らにとっては非常に成功しました。これは我が国にとって非常に恐ろしい状況です。今までそんなことは一度もありませんでした。不平等妨害です。彼らは2024のボス戦に干渉しており、我が国の人々はそれを見ています。これは非常に大きな驚きだったと言えますが、裁判官が喜んでこれを実行したことは、法廷にとって大きな功績でした。彼は自分自身をある意味覆したのです。そして私はそれをとても尊敬しています。皆さん本当にありがとうございます。ありがとう。そしてどうやって証明しますか、みたいな質問。私たちは自分が素晴らしい会社を築いたと感じていたので、その代わりにキャンペーンを行いました。これは2011年まで人々がずっと言っていたことの一つですが、今日ではそれははるかに大きく、はるかに優れており、はるかに流動性が高まっています。不動産開発業者にとっては2億5800万ドルでした。大金です。それは2011年のことでしたが、今日ではそれをはるかに超えています。もっともっと。私は素晴らしい会社を築き、ニューヨークのために素晴らしいことをしました。そして彼らはそれを尊重すべきです。私はニューヨークで何千人もの人々を雇用してきましたが、
彼らはそれを尊重すべきです。この州の司法長官は恥ずべき人物です。レティシア・ジェームズは恥ずべき存在だ。彼女は我が国にとってもニューヨーク州にとっても恥ずべき存在です。彼女は管理なしに銀行に全額返済し、多くの場合は早期に返済した誰かではなく、ニューヨークで起こっている暴力犯罪と殺人事件のすべてに焦点を当てるべきです。皆さん本当にありがとうございました。以上でございます。それではまたありがとうございました。バイバイ。